今日は新型コロナウイルスのワクチンと医薬品薬の話をしようと思うんですがいつできるかとかどうなっているのかということよりもですねこれを本当に開発して私たちみんなが使うことができるようになるのかと。 というううテーマでで話をしようと思うんですか、ね、ワクチン万能みたいなイメージがねルフしていてそ,、ねうん、それが資本の投下っていうかね投資を加速してっていう状況になっていると思うんだけれどいわゆる免疫の持続期間がよくわからないぞそもそも抗体ができるのかどうかっていうこともですねであるいは抗体ができても免疫になるかどうかがわからないっていうこともやっていますよね、うん、今臨床試験をしている最中のものが24もあります。 であの一応今ですねその昨日おとといですかそのニュースになったその効果があったと言われているのはこのイギリスのアストラゼネカとオックスフォード大学これがウイルスベクターワクチンなんですけども臨床試験っていうのはフェーズ3まであるんですけど2と3になっているのが今これだけあると。これだけたくさんあの開発されているあの開発が進んでいるということ自体はやはりこのいかにこの COVID のですね、うん あの何て言うの影響がですね。あのどれだけグローバルかと大きいかと。あのそれ、それこそ世界中全ての人がコビットを話題にしてるわけですからまあ、どういう形でこれを克服するのかというのは、まさに全世界的なですね。あの関心ということになっているわけですよね。まあ、そういう中で、あのワクチンというのがいわゆるゲームチェンジャーとしてですね。うん あの今のところその結局この予防ということでいうと社会技術しかないわけですよあのそれこそ社会的距離って言われているあのソーシャルディスタンシングであるとかあるいは手洗いとかですねマス,ですマスクとか、まあ、そういったものしかないわけです社会技術しかないわけですがこの社会技術っていうところでずっとやっていくとなるとこれなかなかあの経済との両立が難しいということになるとで克服するとなるとやはりこういったゲームチェンジャーに あの期待するという話にこれはどうしてもなっていくことになるのかなと思うんですね。まあ、ですのでそういう意味でこのワクチンが加熱するっていうのはまああの非常によくわかることなんですね。でただあの一つあの考えなきゃいけないのはあの先ほど宮台さんがおっしゃったようなあの耐性ウイルスの話っていうのもあるわけですけれどもあのワクチンあのまさにウイルスはその非常にスピードが早く変化するというところもありますのでまあ、例えばエイズワクチンに関してはですね HIV が世の中に出てきたのは1981年なんですけど。 がまあ、それ以降39年経ってもです、ね、エイズワクチンができてないんですよね。これも研究ずっとされてましたよ、ねはい、ずっとされてるんですでしかも大体その90年代2000年代以降はエイズワクチンを開発するっていうことは非常に大きなことで、まあ、それ専用のですね あのいわゆる製品開発イニシアティブみたいなものもこうできてでなおかつ例えばゲイツ財団が膨大な資金を投入してです、ね、開発をしようとしていてで全世界にです、ね、あのワクチンの候補がありでなおかつ臨床試験も例えばアフリカでもです、ね、多くの,あの人たちをです、ね、こう巻き込んで,でその社会的にこう開発に貢献しようということで,ですね運動で巻き込んでやっているわけですよ。でところがあの、エイズワクチン開発されていないんですねいまだに。 でこの辺でいうとこのワクチンの,この難しさというのは特にウイルスが相手ですのでなかなかこのコロナに関してどれだけその期待に応えられるようなワクチンとして出てくるのかっていうのはなかなか難しいところなのかなというふうに思っているところなんですよね。うんうん、今回の COVID っていうのはあのもちろんその史上初めてではあるわけですがこういうこれだけの巨大なです、ね、あのものって史上初めてなわけですけれども今後起こらないとも限らないわけですよね。うん なのであのこういったことが起こった時にあのどのようにそのパンデミックに対する新規技術の開発をするのかという非常に大きなテストケースでもあるというところであのいろんなあの取り組みがなされていると、まあ、先ほどおっしゃったようなあの特にアメリカなどがあの膨大なお金を使ってですべ、ね、ての,あの企業と交渉をしてある種、有無を言わさずガッとアメリカ国民のために買うというふうにまあやっていると。 で一方であの、いろんな仕組みを作って途上国にもしっかり流さなきゃいけないというそういう国際的な協調の枠組みというのも一方で作られつつはある、まあとでお話しするかと思いますがあのそのいわゆるせめぎ合いになっているのかなというふうには思いますね。 この薬、ワクチンの、競争局のようなものについては、ねい。ここがなかなか難しいのは、やはり、その、あの、これはもう、まあ、当然のこととは言えるかと思うんですがど。コビッドはそれこそ、もう今や先進国だけじゃなく、あの、途上国でも、すごく感染拡大しているわけですね。ええー、コビッドというのは、グローバルな危機なわけですから、グローバルに解決しなきゃいけないわけですね。で、そういった都市貧困層、途上国の都市貧困層の人たちに対しても。ちゃんと薬やワクチンが届くようにしていかなきゃいけないっていう、うん、もう一。 一つの大きな課題があってあのここがなんとかならないと例えば日本政府の考えで言えば来年のオリンピックもできない形になるんです。うんうん、なのであのそこをどういうふうにですねグローバルな解決を目指すのかといった時にあのやっぱその一国優先型でいくのか。うんうん あのそれこそアメリカ合衆国のような今の政権のような一国優先型でいくのかそれとも国際協調をしてちゃんとそのあの隅々までなんとかいくようにして本質的な解決を目指すのかっていった時にあの あの開発の方向性においてもですねあのこう違いが出てくるというふうに言えるのかもしれないなというふうなのでそのアメリカとかね日本を含めてやっぱりポピュリスティックな政治が横行している国ではどうしても一国主義グローバル化ブロックみたいなね えー、そういう主張をする政治家が民衆にやっぱ支持されやすいというところで本当に危惧されるべき問題ですねいわゆる製薬企業があの新しい治療薬をです、ね、このライセンスをあのこの MPP が買い取る形であのこう供与をすると。 そうすると、このライセンスをあの別にこのインドだとかの,あのジェネリック薬企業がです、ね、このライセンスをあのこ,ここまた契約で,です、ね、このライセンスを確保してでそして、いわゆる低所得向けに安い値段でジェネリック薬を作りそれを供給するということなんですね。 のあのいわゆるジェネリック薬を合法的にあのその能力を持っているジェネリック薬企業が作ることができるようになりでなおかつあの開発系の企業はそれなりの利益を手にすることができる。 でそういうような形で,です、ねこのえー、そこの仲介をするのがこの MPP ということで実際にこれを仲介することによって例えばアフリカにおいても今一応その日本でも受けられる最新の多剤 d あの多剤併用療法が受けられるようになっているんですね。 であのこれを実現したのはやはりこの MPP の,のおかげというところがあるわけなんですよあの今回のレムデシビルに関してはこの MPP を介さずに独自にですねあの、えー、インドとかのジェネリック薬企業とこう交渉をしてで自発的ライセンス供与という。 形で,であの低所得国、中所得国127カ国に関してはインドのジェネリック薬企業だとかいくつかの提携した5社の,あの企業に作らせて低所,得者低所得国には配給するとでるあの上位中所得国と高所得国に関してはこの,あのこの25万円。 でそういうその、はい、いわゆるその解決を試しているのが今回なんですねグローバルな製薬企業はそうやってですねあのいろんな手法を試すことによって自分の利益と企業の評判というものをどう天秤にかけるかっていうことを、うん、もうずっと試みていると。 でまさに銀アド社はそういうところに関してもある種最先端ではあるわけです。まあだからそういう意味では完全な二重価格で先進国向けと中低所得国向けで、でも中低所得向けにはそのジェネリックうん、うん、つまりあのまあ広発薬を、ねうんうん、作ってうん、うん、二重価格自体は悪いことではないですよ。すね、購買力が違うんだとからね,、うん、ね。単に自分のところの利益だけで動いても。うんうん 評価されない,というかそうですねあの批判されるし、うん、それこそあのかつて SRI って社会的責任投資といわれ、はい、今は ESG 投資っていわれるそのいわゆるあの環境社会 ガバナンス投資です、ね、投資資つまりその SRI なり ESG 投資で評価されないと結局そこに重きを置く株主はお金出してくれないわけですからなのでそこに関してちゃんとそういう人たちにちゃんとそのある種そのメッセージを送ることが大事なんですそれこそ利益をがっぽりと手にしながらも一方でそういうことを気にするような投資家にちゃん対してもちゃんとある程度それを喜ばせるっていうですねそこもやっていかなきゃいけないっていうそういう多重戦略の中でですね 企業も動いていてますからだからといってじゃあ全部その,あの事前事業でやるかっていったらそうはいかないわけですがバランスをしっかりとら,らないと逆に生き残っていけませんよという世の中でもある。 いそこをそのでなおかつそこを担保する形であの公共を第一に考える国際機関がいくつかこうセットされ、うん、でそれをプッシュする国っていうのがありっていうそういうその新しいあ,の、まあ、ある種こういった医薬品をめぐる政治地図というものが、うん、MDGs 時代にできリーマンショックで一旦後退し、うん、SDGs でまたある程度でき COVID-19、うん、でまた さらに新ししいいい展開がができよううととてるの現だから資本主義、まあ、非常に危ういなと思いながらも、うん、なんとかせめぎ合いの中でいろんな工夫を作って、うん、あのさっきのアドバンストコミットメントの話もそうだけど投資をすることにあのそれなりに、うんえー、リスクがあまりないというね保険のための保険が機能するようにうよ、ね、まあなんとかなっているっていうのが。うん